ルイス・エンリケ・テレーロ・ガルシアは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。1997年、アマチュア FA で、アリゾナダイヤモンドバックスと契約したが、肋骨や足首、股関節、大体二頭筋を、次々と痛めるなど怪我に悩まされた。2003年7月10日のサンディエゴパドレス戦で、メジャーデビューを果たした。 2004年はシーズン半ばからメジャーに定着し62試合に出場。参加のトリプル A 級通ンパドレスでは58試合の出場で打率。313、9本類だ、オプス909、15盗塁の成績を残すが2度の出場停止処分を受けた。2005年は88試合に出場。8月10日のフロリダ・マーリンズ戦では、 マイクローウェルの隠し玉の犠牲になった。2006年の開幕前にボルチモアオリオールズへ移籍した。参加のトリプル A 級オーターリンクスでは84試合の出場で打率。318、16本塁打、オプス、927、18盗塁を記録したが、メジャーでは26試合の出場に止まった。シカゴホワイトソックス時代2007年は、 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。初出場となった5月1日のシアトルマリナーズ戦では本塁打を放った。10月3日にはホワイトソックスからのマイナー契約を断って FA となった。2008年はボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。参加のトリプル A 級ノンフォークタイズでは129試合の出場で打率27。274。 13本類だ、オプス、786、13盗塁の成績に終わり、メジャーでの出場はなかった。2009年は、独立リーグである、ノーザンリーグのカンザスシティ・ボーンズと契約し、シーズン途中から、メキシュカンリーグのラグナカウ・ボーイズと契約を結んだ。2010年は、シンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。参加の AA 級カロライナマド・キャッツとトリプル A 級。 ルイビル・バッツでプレーし、計76試合の出場で打率、283、12本塁打、オプス856、8盗塁の成績を残した2011年は、メキシカンリーグのメキシコシキレット・デビルズに所属、97試合の出場で打率、390、38本塁打、110打点、オプス1.254、30盗塁を残し、 最多打点と MVP を獲得した。30本塁が、&30 盗塁は、メキシカンリーグ20年ぶり史上2人目の記録だった。オフに、コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加した。2011年11月にロッキーズオーナーの、チャーリー・モンフォートが東北楽天ゴールデン・イーグルス、監督の保守の戦一から相談を受けたことから、 楽天の入団テストを受け、12月11日に楽天と契約したことが発表された。2012年、開幕戦では7番、左翼手として出場し、4月3日のソフトバンク戦で初の4番に座った。しかし、春先から打率は低迷し、最終的にはわずか34試合の出場で打率。153と期待を大きく裏切り、本塁打も5月19日に、 阪神戦で、ノーミアツシから放った一本だけに終わった。シーズン終了後の11月21日、自由契約選手として公示された。2013年は、メキシカンリーグのメキシコ式レッドデビルズでプレー。この年は、リーグトップの長打率、744と、オプス1.209を記録する活躍を見せる。2014年もレッドデビルズと契約し、 シーズン途中からカンペチェパイレーツに移籍。2015年はサルティーヨ・サラペメーカーズと契約。2016年4月23日にレイノサブ・ロンコスと契約するが4試合の出場で対談。6月25日に独立リーグアメリカンアソシエーションのジョプリンブレイスターズと契約するが7試合の出場で対談する。打撃では メジャー通算の得点圏打率289と勝負強さを備えるが、長打力に欠けるほか、変化球への対応に難があり、メジャー通算の三振率25%を記録している。守備では強権を誇り、外野手3ポジションを守るが、ザ・ DRS どもに平均を下回る。マイナーでシーズン20盗塁以上ほど記録した瞬足も、 備えるが必要以上にいるよう狙うことが多く、盗塁成功率はマイナー通算65%と確実性に欠ける。ありがとうございます。